ナリーグドジャースに9ブルワーズ2024年7月7日ロサンゼルスドジャースのデイブ・ロバーツ監督52が7日日本時間8日2対9で敗れたブルワーズ戦後に取材に対応15日同16日にテキサス州アーリントンで行われるオールスター戦に球団から最多6選手が選出されたことについて言及した共に8度出場のフレディ・フリーマンムーキー・ベッツ 4度出場の大谷翔平、共に2度出場のテオスカー・ヘルナンデス、ウィル・スミス、初出場のタイラー・グラスノーが選出されたことに指揮官は興奮した。ムーキー、フレディ、ショーは何回も出ている。テオスカーは2回目だが、とても興奮していた。ウィル・スミスも2度目で素晴らしいこと、そしてタイラーは初選出。 故郷のチームに戻ってオールスターになるのは素晴らしいこととコメントした。 またローテーションの関係などで投げられずに辞退する投手も出てくると予想し、今季9勝を挙げているギャビン、ストーンにもチャンスがあることを願っている。なぜなら、誰もが彼が前半にオールスターに選出されるにふさわしい成績だったことを知っているからと話した。ティーヘルナンデスが本塁打競争への出場を希望していることにも言及。彼がホームプレートからたくさんの本塁打を打って、 ファンを熱狂させたいのならいいことと容認する考えを示した、大谷は昨年9月に手術した右ひじのリハビリ中のため、救援前日恒例の本塁打競争は3年連続で辞退する方針で、28本塁打の大谷に次ぐチーム2位の19本塁打を放っているティー・ヘルナンデスの活躍に。